ですね、はい、成田空港日本航空よりお詫びとお知らせを申し上げます。今からバンクーバーに帰るんですが、はい、体調は悪いですね。私が絶不調です。私も風邪治りかけです。相川は息し悪かったよね、うん、で帰りは旦那が悪くなるっていう。さっき冷や汗かいてました。健太大阪伊丹から成田に飛んできたんやけど、もう飛行機の中でもう息が吐く寸前やったほんまに心配やった。最後さ、タックスフリーでいろいろ免税店で買おうかなと思った。まあ、結局なんか風邪薬とポカリと、あとなんかもう一個ドリンク飲んでね、ドタバタ帰国です。残念だけど楽しかった。楽しかったその今体調が悪いのも、前日に寿司を食いまくってそれを全部吐いた後、うわ、寿司食って体調悪くなるんやったら日本人の本望かなと。うまいこと言ったね、うん、ではでは、はい、飛行機が遅れてるみたいなんで、それ来てからゆっくり行きましょうか。はい、はい、そうしましょう。はい、ではなんか良さげな絵がある。うん、多分歴史と一緒やん。だよね、だから本買ってきたんだよ。何の本買ったの？面白そうだったからミステリーを買いました。変な家、業務連絡です。こんなん好きやねん。ミステリー系、ミステリー、殺人ミステリー、ホラー。僕は吐かんように努力しますよ。ケンタは意気込みどうぞ。意気込み、あの、人の迷惑にならないように帰りますしんどいね。でもパリスエットをもう今3本飲んだからね。3本買っといてよかった。ほんまは5本でもよかったよ。ワンダース買っといてよかった。うん、
長旅お疲れ様です。お疲れ様です。今バンクーバーに到着しました。はい、寒い。あ、寒い。寒いかな。寒い。曇ってたね。曇ってた。じゃあ英国審査です。はい、久々の英語です。どうしよう、Go back。 それはそれでいいんじゃん。入国審査が一瞬過ぎてちょっとびっくりした。こんなん不法入国し放題じゃん。何も聞かれへんかったよ。あ、どこやったっけ。これよ。さあ、カゴ取ってくろ。初めてご案内申し上げます。バンクーバーからカナダに入国されるお客様は、お客様の最終目的地にかかわらず、お預けの手荷物をすべてお引き取りの上、カナダ国境サービス庁で通関手続きをお済ませください。すごい荷物ですね。全部愛かな。バンクーバー到着。荷物全部5キロオーバー、ギリセーフ。はい、でも100ドルで済んだし楽よね。うん、うん、到着です。じゃあこの荷物を持って入りましょうか。無事帰ってきましたね。無事帰ってきましたね。ちょっとゆっくりして後片付けしますか。お察しましょう。はい、ではでは、さようなら。